本日はこちらヨーヨーファクトリーの IQ を開けていこうと思います。下から開けていくと、こちらヨーヨーファクトリーの IQ、 幅が49ミリなんですが、これ以上の幅のヨーヨーはもうこの箱には入らないんじゃないかって思うぐらいのデカさです。ちょうどぴっちり詰まってますね。さあ箱を開けてご対面していきましょう。今回は、シルバーボディにブルーリムのものを購入いたしました。重量 65.1g、 直径 56mm、 幅が 49mm となっています。この IQ、 シグネチャーモデルのような特定のプレイヤーの技に合わせた設計だったり、過去のプロダクトの派生系ではなく、今回新しく作り出した現代の競技シーンに合わせたヨーヨーとして製作されているそうです。このステンレスリムは内側からはめている構造で、このパッドの周りエッジの部分がツルツル加工になっていて、ツルツルの部分が若干内側に沿ってる形をしてますね。それじゃあ早速回してみようかと思います。はい、それでは振っていこうと思います。感触としてはかなりめちゃくちゃに引っ張り感を感じるバイメタルっていうわけではないですね。どちらかというと、まあ、幅広っていうこともあってか、若干軽快な部類に入ると思います。そして 49mm っていう幅のおかげで、ホップ系の技の安心感がかなり高いです。細かいところを通す技でも 49mm っていう大きい幅ではあるんですが、まあ、さほど問題ないというか、もちろん狭いヨーヨーの方がやりやすいことには間違いないですけど、まあ、それほどね、めちゃくちゃに邪魔を感じるっていうわけではないです。最近使ってたのがこのシャッターワイドアングルで、これの幅が 48mm ぐらいなんですね。でそれに対してこっちの IQ は 49mm なんですけど、まあ、1mm ぐらいだったら、まあ、でかくても多分大丈夫かっていうことで、まあ、あとは幅広くても通す技にはそんなに影響がないなっていうふうに思ったので、ホップとかの安定性を求めてちょっと幅広のヨーヨーが欲しいなっていうことで今回ね買ってみました。まあそういうわけで、メインのヨーヨーとしてこれが活躍していくかは、まあ、今後ちょっと使ってみて考えていこうかなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録と評価よろしくお願いします。他の動画もチェックしてみてください。それではラッチステーションのラッチでした。また明日。